ームケアトレーニングのロイがお送りします。日本道路交通情報センターの水村さん、お願いします。はい、東京湾アクアラインの上りが事故の影響で渋滞しています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで事故の影響があって連絡道に伸びて12キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎市島ジャンクションまでの所要時間は1時間10分です。千葉県の京葉道路の上りは神奈川インターを先頭に立山道に伸びて13キロの渋滞、その先は神奈川インターで8キロと船橋インターで4キロ渋滞しています。東関東自動車道の上りは湾岸市川インターで5キロの渋滞です。首都高速道路は横浜線の下りが浜川崎にトラックが故障して止まっているため4キロの渋滞、5号線の下りの西神田であった事故の処理は先ほど終わりましたが、都心環状線内回りの銀座付近まで渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。水村さん、ありがとうございました。NHK のトラフィックアップデート、次は6時18分頃お伝えします。